NPO 法人レスキューストックヤード七ヶ浜事務局でスタッフをしております、鈴木しおりと申します。そうですね、私も1週間後ぐらいに、見に行ったんですけれども、その当時はコンテナが仙台港の方から流れてきたコンテナがたくさん転がっている状態で、その他流木ですとか網ですとか、それこそ流れてきた家屋の瓦礫がたくさん散乱している状態でした。もう震災当時のその2011年の頃からいろんなイベントですとか、復興祭りの時にたくさんのボランティアの方々と町民の方々にご協力いただいて、何度か何度も、ビーチクリーンと、名前でゴミ拾いや、瓦礫拾いをずっと続けてきました。ボランティアの皆さんに声掛けをしたり、あとはボランティアの方と町民の方がこう一緒に作業できる場所ということで、町民の方にも来ていただいて一緒に作業してきました。七ヶ浜海祭りというイベントを、8月の末に、あ、すみません、7月の末ですね、7月の末に行いまして、町民の皆さんが海を大切にしようというイベント、なんて言うんだろう、ボランティアの皆さんに感謝を伝えるイベントとして開いたのと、8月の頭に、七ヶ浜ビーチフェスということで若い人たちが中心になって行っていたイベントもありました。そうですね、平日休日問わず結構海水浴ですとかバーベキューに来てくださっている方がたくさんいらっしゃいます。以前のような楽しい雰囲気になってきてすごく嬉しいなと思います。バーベキュー海水浴ですとかバーベキューに来てくださった方の置いていたゴミですとか、そのバーベキューのゴミがすごくこう持ち帰らないでそのまま放置して帰ってしまう方がいらっしゃるようで、ゴミ袋のまま放置してあったり、それこそバーベキューのコンロのまま置いてあったりですとか、そういった方のそのゴミが目立つ状態です。これまでボランティアの皆さん、町民の皆さんはじめボランティアの皆さんがきれいにしてくださった浜なので、来た時以上にきれいにというか、みんなの砂浜だと思うので、きれいに使ってほしいなと思います。一応その海開きという公式に海開きしましたということでは公表はしていないので、本当に海に入っている方は注意していただきたいなというのと、砂浜に遊びに来てくださるのはすごく嬉しいと思っているので、ぜひ七ヶ浜に来てほしいなと思います。